続いてスポーツをピックアップ。日本代表として2度のワールドカップに出場したセレッソ大阪森島博明選手が今シーズン限りでの引退を表明。思い出の地で18年の現役生活に終止符を打ち涙です。ましてや自分のホームグラウンドの、この長いでプレーできて、得点できたっていうのは本当に自分の中で財産になると思います。